イメラジオ第6507回、今日は令和6年7月4日木曜日です。時刻は午後0時、正午ですね。紫外線の強い夏らしい朝となりました。もう室温も30度超えているので、なんか部屋の中に行っても汗出てきますね。まあ、エアコンは使いません。風が吹き抜けますから、まあそんなにきついわけではないんですよ。痩せ我慢してるんじゃないですね。エアコン使うとむしろ体調が崩れてしまいますから、毎年ほとんど夏は使わない感じです。さて、今回は東京都知事選の行方パート2ですね。2024年都知事選の行方、今週の日曜日7月7日が投開票で、もう開票が始まった途端に小池当選というふうになりそうです。小池さん全然演説やってなさそうなんですけど、どっかでやってるんですかね、小池さんって。なんか最初に八丈島とか、あと奥多摩とか行って、その後なんか家で休んでらっしゃるんでしょうか。まあ、もちろん今日明日明後日ぐらいは、まあ小池さんも顔見せで都心に出てらっしゃるかもしれませんね。小池さんが350万ぐらい取れそうな気がしてます、私は。あと蓮舫さん、これは100万票はいくと思いますが、150無理だろう。つまり小池さんにダブルスコアつけられそうだなって感じですね。小池350、蓮舫100はいきます。東京ってね、やっぱ左翼票って毎回どんな選挙やっても100万票ぐらいあるので、100から150、つまりあんまり上積みできない。で、石丸さんがちょっと伸び悩んでて、80から90いけたらいいかなって感じですね。あと玉上さんは前回8年前にお出になった時60万でしたけど、今回はそこまで全然いかないでしょう。60万の半分の30万いったらすごいかなって感じですね。参政党とか、あと保守党、日本保守党とか、こういった候補を出さなかった人たちが、じゃあ玉上さんでっていうふうに投票されるかもしれませんね。あるいは自民党の中でも、自民党が結局小池さん応援と形はなってんだけど、小池嫌だっていう時、じゃあ玉上さんかなみたいな感じにはなるのかもしれませんが、このイメラジオでは何回も話しているように、一体保守なのかどうかと、ね、デヴィ夫人が何回も来てる時点でどこが保守なんだと、北朝鮮ズブズブのお方でないかと私はそう思っておりますが、まあそれぞれお考えあるでしょうから、玉上さんがいいと思いになるならば投票されたらいいと思います。あと注目候補は桜井さんですね。桜井候補、あちこち精力的に回られてるんですけど、まあ一番取った時で18万票ぐらいでしたか、17万票か。桜井さんも20はいかないでしょうね。でしかも玉上さんにちょっと星の票を取られちゃうでしょうから、桜井票は15万前後になるんじゃないかと私は読んでおります。結局蓋だけ開ければね、結果だけ見れば小池圧勝終わりっていう、そういう2024年都知事選挙になると思われますが、まあ、この選挙の中で夢ラジオでもいくつか話題を提供しておきましたけど、考える材料っていうのはいっぱいありましたね。でもちろん夢ラジオでお話したことも、これは私の、ね、夢ラジオの意見ですから、あ、こんな意見もあるんだなと、一つの参考にされてね、で聞くお方々リスナーさんがそれぞれご自分で最終的には判断なさったらいいと思います。小池都政があと4年続く、結局12年間ですね。小池さんが今まで8年間やったことを考えればですね、今から4年やったって別に大した変わりはないかなと思いますが、もう都知事なんて誰がやっても一緒で、もう都知事が何にもやんなくてもね、都政って回っていくようになってるので、もうだからその意味においては、まあお祭りだったんかなという、そういう気分もしてきますよね。夢ラジオ、今回は都知事選の行方パート2でした。今度の日曜日が投開票です。